水原総合運動場野球場は、韓国の軽軌道水原市長安区の水原総合運動場内にある野球場。水原市をホームタウンとする久保ーリーグ、キロトンウィズの本拠地。2015年より球団がネーミングライツを取得し、故障を水原キロトンウィズパークとしている。会場は1989年であるが、2015年からのキロトンウィズによる、 本拠地化のための改修を行い、観客席の増設、内外や天然芝整備を行い、ボールパーク化に成功した。収容人数は2万2000人。1988年に完成、2000年からは、インチョン広域市より移転してきた現代ユニコーンズの暫定的な本拠地球場として使用されていた。現代ユニコーンズは、ソウルへの本拠地移転を希望してきたが、2005年、 ゴろからの深刻な経営難もあり実現せず、2007年シーズン限りでプロ野球から撤退し、解散となった。その代わりに2008年創設された新球団ヒーローズは、現代ユニコーンズの選手をほとんどそのまま移籍させたが、本拠地はソウルの軌道を野球場としたため、一旦この球場はプロ野球の本拠地としては使われなくなった。 その後、大観野球協会は前年まで、東大門野球場で行われた、鳳凰大器の2008年大会を同球場で開催することを決定し、2009年、2010年も同球場で開催された。ヒーローズとアマチュア大会の共同使用による軌道、野球場の過密スケジュールや、日程の衝突で起こる問題を解決する方法の一つとして役割を果たした。 2009年には、プロ野球を題材にした、MBC 制作のテレビドラマ、ストライクラブのロケ地として使われた。2012年12月2日、金飲食金生ネの両監督が率いる、プロ野球選手、芸能人などの混成チームによる野球のチャリティーマッチが開催された。KT による、プロ野球新球団キロトンウィズの本拠地となることが決まったため、 2013年7月より観客席の増設工事が開始され、2014年10月に完了。工事中、2014年のキロトンウィズの主催試合は、近隣の清金館大学校水原キャンパスの野球場で行われた。キロトンウィズが1軍に参入した2015年より、水原キロトンウィズパークの名称で、キロトンウィズの主催試合が行われている。 2015年7月18日、1999年以来16年ぶりに、韓国プロ野球オールスター戦が開催された。2017年4月には、再度の改修工事が完了し、観客席が2000席増設された。ありがとうございます。